ッキー貝山の懐かか紹介。ワッキー貝山です。東京のハナです。なんかまねしちゃいました。さあ今回もですね、懐かしのコスモスのガチャガチャ自販機やってみよう。さあ今回はですね、こちらです。はい、チェンジブロック。チェンジブロック、エアープレイン。あ、飛行機のことですか。そうですね、エアープレイン。ちょっと我々見てるよ、はい、と、まあ、これちょっとご覧ください。こちらがね、はい、中入っているんですけど、はい、出てきたのがですね、はい、こちらです。あ、ちょっと色違いなあれ、ね、一応シールもついてはいるんですけど、え、細かい。ね、NASA、コスモス、コスモスね、あとアメリカ、ね、好きですね、ほんとコスモスは自分の会社の名前入れるの大好きです、はい、シールにはバッチリですね。で、これなんですけど、一応1個あると思って取れるわね、ほんとですね、うん、ただ、一応こうやっていろいろ取るとですね、ロボットみたいになるんですよ。だからチェンジブロック。なるほど、ただ組み立てるだけじゃないんですね。そうか、なんかロボットっぽい。腕があって、足があって、本当だ本当だ、これはすごい、ただこれはですね、他にこういう仲間がいまして、合わせるともっと大きいロボットができたんです。へえ、これ一応ヘリとレーサー。ヘリとレーサーって何やってどういうつながりがあるんでしょうね。これはもともとこういうロボット の、はい、あのギミックのものがあってですね、これにいろんなものをくっつけてあの発売してるっていう、ね、結構コスモスはね、はい、この形あるんですよ。へえ、多分今後ともね、あのこの YouTube 映像を出してきて、はい、これ戻すの大変だ。あら、また組み立ててですね。はい、まあ、通常ですと普通、まあ別に飛ぶこともないんですけどね。はい、まあ、あ、車っぽくなりましたね。車っぽくあるんですけど、バーッと動かせるみたいな、ね、今回はですね、こちら、エアクレーンチェンジブロックでございますね。こういうなんか変身ものっていうか、トランスフォーマーものっていうか、トランスフォーマーってあったじゃないですか。ありましたね。流行ったんですよ。はい、コスモスも絶対入り気をつけるということだよね。はい、あら、あら、チャンネル登録まだでしたらぜひよろしくお願いしますね。高評価もまだまだでしたらお願いします。牛歩的には上がってますが、皆さんの、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。